URI, Surgical Strike は2019年に公開されたインドのアクション映画。アディティア・ダールの監督デビュー作であり、ロニー・スクリュワー,ーラーがプロデューサーを務め、ビッキー・コーシャル、パレー・シュラーワル、ヤミー・ガウタム、モーヒトライナー、キール・ティクル・ハーリーが主要キャストを務めた。2016年売り襲撃事件に対する報復作戦を題材としている。 2019年1月11日に公開され、34億ルピーの興行収入を記録した。映画は非評価から高い評価を受け、最も高い興行成績を収めたボリウッド映画の一つとなり、ナショナルフィルムアワードをはじめとする複数の映画賞を受賞した。2015年6月、マニプル州チャンディルに駐屯していたインド陸軍の部隊が、 ナガランド民族社会主義協議会の襲撃を受け、複数の死傷者を出した。インド政府は報復として、ビハーン少佐、彼の義兄カラン少佐が率いるパラコマンドを派遣して、テロリストたちを一掃する。作戦終了後、隊員たちは、インド首相主催の公式夕食会に招待され、作戦の成功を称賛される。指揮官のビハーンは重度のアルツハイマー病を、患っている母。 スハーシニを介護するため早期退官を希望するが、首相に遺留される。ビハーンは首相の配慮でニューデリーのインド統合参謀本部に転属となり、軍務に就きながら母の介護に携われるようになった。自宅には看護師のジャスミンが派遣され、ビハーンの姉ネ,ネーハーと共にスハーシニの介護に従事した。ビハーンは慣れない、事務仕事に追われる中、対テロ作戦で殉職した。 陸軍将校を夫に持つ空軍中尉シーラとと出会い交流する。ある日、ジャスミンが目を離した間にスハーシニが行方不明になり、ビハーンは彼女を叱責して、彼女の所属機関に母を探させるように命令する。その後、スハーシニは保護され、自宅に送り届けられ、入れ違いにジャスミンが去っていく。彼女の正体は RAW 局員であり、 テロリストの報復からビハーンを守るため派遣されていた。2016年9月18日、ジャンムーカ・シミール州売りのインド軍基地が4人のテロリストに襲撃され、19人の兵士が殺害される事件が発生した。その場でテロリストは射殺されたものの、対処に当たったカランが殉職し、ビハーンやネーハーは悲観に暮れる。首相は閣僚、軍部を招集して、 対応を協議し、国家安全保障顧問のゴービンドは、サージカルストライクを進言する。首相は、ゴービンドの意見を採用し、作戦開始日を10日後の28日に決定した。戦友のサルター自体から、報復作戦の結構を知らされたビハーンは、参謀総長、ラージャワと大将に、作戦参加を直訴し、ラージャワと別れを指揮官に任命して、 ウダンプルの北部司令部に派遣する。北部司令官、ガレワル中将と協議したビファーンは、かつて自分が率いた部隊と合わせて、事件の犠牲になった隊員たちが所属してい、いビファール連隊、ドグラ連隊の隊員を選抜して、作戦部隊を組織する。ゴービンドは、テロリストの拠点を特定するため、インド宇宙研究機関、国防研究開発機構、RAW を動員する。 彼は国防研究開発機構長官ブライアンと面会した際、鳥型、ドローン、ガルーダを開発したインターンのイシャンに出会い、ガルーダを使いテロリストの拠点を特定する。統合参謀本部内でジャスミンと再会したビハーンは、彼女からパラビシャルマという本名を聞かされる。二人は襲撃事件の協力者を尋問して、テロリストの指導者の名前を聞き出し、 シーラ島をヘリコプターパイロットとして作戦に勧誘する。ゴービン度は作戦を気取られないようにするため、パキスタンへの砲撃を実行し、作戦に使用する軍用ヘリコプターをパキスタン軍と同じ色に塗装させる。パキスタン内務大臣はインド軍の攻撃に対処するように指示するが、報復作戦の存在までは掴むことができなかった。9月28日夜、 ビハーンたちは部隊を4体に分け出動し、自身も部隊を率いてミマイナス17に乗り込み、パキスタン実行領域下のカシミールに向かう。同じ頃、パキスタンに潜入した RAW 局員が、同国政府のザミール大臣から情報を聞き出し、パキスタン軍がアウィック、地対空ミサイルを配備していることが判明する。情報を知ったビハーンは、 ヘリコプターでの潜入を断念し、テロリストが越境用に使用していた洞窟からパキスタン実行領域に潜入して、テロリストの拠点を制圧する。襲撃事件の指導者イドリスとジャバーの殺害に、成功したビハーンたちは、パキスタンカシミール警察の到着と同時に脱出を図るが、パキスタン軍のみマイナス17に発見され攻撃を受ける。 弾薬が尽きたビハーンたちは窮地に陥るが、シーラとのみマイナス17に援護され無事にインドに帰還する。他の3体も拠点攻撃に成功し、作戦部隊は一人もかけることなく全員帰還する。首相はビハーンやパラビ、シーラとたち作戦従事者を公式夕食会に招待して彼らを称賛する。翌朝、インド軍の作戦結行を知った。 ザミール大臣が驚愕の声を上げる中、ジャイハインドの文字がクレジットされる。ビッキー・コーシャルもうトライナーパレーシュラー・アワル、ヤミー・ガウタムプロモーションイベントに出席する、ビッキー・コーシャルとヤミー・ガウタム2017年9月、報復作戦結構の1年後に、ロニー・スクリュー・アーラーによって制作が発表され、脚本家のアディティ・ア・ダールが初監督を務めることになった。ロニーは、映画の内容について、 事件発生から作戦結行までの11日間を描くことになると語っている。主要撮影は2018年6月から9月にかけて行われた。主演のビッキー・コーシャルは役作りのために5ヶ月間様々なトレーニングを受け、体重を増量した。彼は1日4時間から5時間の軍事訓練、さらにムンバイのカフパレードにある海軍基地で射撃訓練を受け、 アクションシーンの撮影中に腕を負傷している。彼は映画への出演を物理的に最も挑戦的な映画だったと語っている。ビッキーたちは海軍基地の将校から武器、弾薬の使用方法を学んでいる。撮影は主にセルビアで行われ、いくつかのシーンはムンバイでも撮影された。セルビアでは管理ライン、軍事境界線。 テロリストの拠点などのセットを作り撮影が行われた。ヤミー・ガウタムは役作りのために総合格闘技の訓練を受け、撮影プロセスを疲れるが楽しいものですと語っている。この他にパレー・シュラーマル、アイバン・ロドリゲス、モーヒトライナー、キー,ール・ティクル・ハーリーが起用された。ロニーによると映画には実話に基づいた戦争、アクション、戦略の要素が含まれている。 2018年9月27日、報復作戦結構2周年を翌日に控えた日に予告編が公開され、12月5日にオフィシャル、トレーラーが公開された。2019年1月11日に映画が公開され、3月19日からは G5 でデジタル配信された。6月14日からはテルグ5吹き替え版が公開されている。また、 海賊版対策として3.8キロバイトのフェイク映像をビットトレント上で流したものの公開1週間以内にタミルロッカーズから海賊版外法アップロードされている公開週末の興行収入は3億5730万ルピーを記録し公開第一週末には累計興行収入7億940万ルピーを記録している 最終的な工業収入は34億2060万ルピーを記録している。URI、サージカルストライクは2019年のボリューと映画工業成績第3位にランクインしている。ナショナルフィルムアワード最優秀主演団優勝を受賞するビッキー・コーシャル・ロッテン・トマトズでは12件の批評が寄せられ、支持率67%、平均評価6、12となっている。 ザヒンドゥーのナムラタジョーシーは、政治的に一方の立場にいて、明らかなワンサイドストーリーを描いていることを、分かっていても、ダールの手腕を否定することはできないと批評している。タイムズナウニュースのアマン・クラーナーは3、5の星を与え、撮影手法と VFX 技術、ビッキー・コーシャルの演技を絶賛している。タラン・アダルシは3.5、5の星を与え、URI、サージカル・ストライクは、 見るべき映画の一つです。素晴らしい脚本に見事なアクションシーン。有能な監督アディティ・アダール、URI, サージカルストライクにはスリリングで心を足かみにされるような愛国主義があると批評している。ヒンドースタンタイムズのラジャセンはに5の星を与え、この映画は JP だったの制作映画ほど心を引きつけるものではなかったつまらない映画かもしれないが、 私たちの軍隊の優秀さを観客に示すシンプルなドラマを提供していると批評している。映画では主人公、ビハーン少佐のハウズ・ザ・ジョシュの問いかけに隊員たちが、はい、さあ、と返答するシーンが登場する。これはインド軍士観光補正が士気を高めるために行うやりとりであり、このセリフは映画公開後にソーシャルメディアで話題となった。セリフは、 様々な場面で引用されるようになり、映画局のインド国立映画博物館、開館式典の演説冒頭で、ナレンドラモディが出席者に対して、ハウズ・ザ・ジョシュと呼びかけている。また、クリケット・インド代表が、ワンデイ・インターナショナルに優勝した際に、ハウズ・ザ・ジョシュ、ハ、は、イ、い・サーの掛け声を上げ、ムンバイ氏警察は、サイバーセキュリティに対する注意喚起のため、ハウズ・ザ、 助手のセリフを引用している。ありがとうございます。